はいどうも、ルールカーです。ファイナルファンタジー、ブレイブエクスビアス、やっていきたいと思います。どのくらいぶりになるのかな。1月3日だから、今日が1月12日なので、9日ぶりかな、うん、になります。で、前回はガチャ動画でした。で、虹がね、驚く方で出て、まあ、本当、いい日だったなと思います。で、現状ね、そのおかげで、まあ、スコール、まず星7に覚醒できたのと、クイーン、ラムザ、ルール、キングレオはまあ、置いといて、まあ、覚醒できたの、覚醒じゃねえや、星7にできたのと、まだ、できるキャラが、竜王もやってありますね。まだできるキャラが、まずディギータ。で、ちょっと失敗しちゃったのが、エイコが2体いたんですけど、エイコ2体とも、決勝にしちゃって、もうほんと最悪な気分ですね。で、あと、ユーナもできるのかな？うん。で、セフィロスも来ればできる状態ですね。剣士とか欲しいですけどね。これ欲しい、あれだったな。レア度で、レア率で、そうとすればよかったな。あとスピンを見ればいいか。よいしょ。いっぱいあるね、スピンが。マティウスの悪意、これ皇帝ですね。ブレイブスーツ、これラムザ。受け取る力。これはエースかな。で、賢い力、クイーン。で、ディリータ、キングレオ、竜王。これエイコね、エイコ2つ。で、ライオンハート、スコールも7になってますね。で、アイ。これ、レムですね。天使の笛、また出てきました。これ失敗したやつです。後期の腕輪、指輪。これ誰だっけ？レインボーローフ。ニルバーナ。これユーナだ。ナイトオブタナミ、ルール。こんな感じですかね。レア度で、ソードかけてみようか。よっ。誰だろう。あ、レインボーローブはマリーだ。ルネラは2体いないよな。後期の指輪って誰だろう。誰だろう。わかんねえや。はい、まあそんな感じですね。違った。あやかではなかった。間違えた。まあいいか。まあいいや。
そっか、トラスト名で相当すればいいのか。下からもっと。後期の。ああ、ノクトか。ノクティス。デス・ウォルトナ・ホーリー。すげえ。はい。まあ、結構これでできるなーっていうところですかね。で、今はまだ王たるものをやってて、とりあえず、召喚権は全部交換して、で、星5セレクト召喚権のこの15万の方を毎回取れないんですけど、とりあえずは、ここら辺のね、自重の教本とか、まあ、連続魔とかね、取っていきたいと思ってます。で、余裕があれば、このマギーステルクレストとか、欲しいなと思ってます。うん。で、あとは、覚醒の素材ですね。ここら辺も取っていきたいなと思うんでね。もうちょっと頑張んないといけないなってとこですね。あと2日なんでね。で、とりあえず今、現状の、確認と、ご報告になるんですけど、次回はね、あ、まだこれやってねえや。ケスティーノハード。次回はね、このきしんだ光。これをね、まあ、やっていこうかなと、思います。はい。これをやっていこうかなと、思います。まあ、ストーリーイベントなんでね、もうネタバレにはなっちゃうんですけど、まあ、やってないよっていう、FFB やってたんだけど、今やってないよって人もいると思うんで、まあ、その人たち向けに、出せたらいいなと思っております。はい。まあ、ちょっと、10日ぶりぐらいの動画なんですけども、短いですが、これで終わりにしたいな。と思ってます。で、最後に、ちょっとガチャ引きますか。これで、ステップ3まで行こうかな。シトラの確率2倍のところまで。はい、行きます。とい、頼む。はい、安定の青。ロッティ。持ってたね、さっきね。さあ、次、ステップ2。二連召喚で、トラストモーグリが星4でもらえると。来たー。あ、これ星4、トラストモーグリか。トラストモーグリの確定分か。ガーネット。で、これをラストにして、4連召喚。シトラの確率2倍。ということは、まあ、6%? 違うか。シトラの確率が2倍になるんだから、3% の中の割合の2倍になるってことか。そもそも虹が出ないとダメってことですね。はい、安定の青。お願いします。ダメでした。ドン・マイケル。残念。まあ、これ以上はちょっとね、使いたくないので、無料召喚か。よいしょ。あ、リードね。でもこのリードはまあ別にいらないんですけどね。
あとは、そうだな、せっかくなんでチケットを使っていきますか。あ、ロッティや、あれか。ピックアップキャラか。ロッティのローブ、悪くないですね。ロード・オブ・ロード1個しか取れないから、いいかもしれない。とりあえず、レア召喚チケットを10枚使っていきます。それで、ちょっと今日の動画を終わりにしようかなと思います。あ、源氏のことだ。悪くない。来い！来い！金色になれ！ならない。ライドヘルム。ライドヘルムって誰ですかね？これ誰のトラストなのかって分かるようにしてくれたらありがたいんですけどね。無理なのかな。トラストモーグリにそれをね、書いてくれたらすげえ楽。あ、マクシミリアン。バンですね。楽なんですけどね。あ、こいつが出たら OK なんだとか、あ、こいつが、こいつ、名前でね、探せるんで、だいぶ楽ですよね。お、エクスカリバー。あと6枚。前回はね、チケットからも出たんでね、まあ、期待したいですよね。ソルセルリー、なんだろう。来たー！よっしゃ。さっきのマシンパワーのおじいちゃん、来てくんないかな。セッツァー。マクメディ。これが来てくれたらよかったな、マシンパワー。攻撃を 40% アップ。麻痺石化を無効。これ、用があるならとっとと言えや。羊みたいな格好してるのに、言葉が荒いですね。純真なる力。いらねえ。よし、来た。頼む。虹にはならん。あと2枚。はい、青。安定の青。でも青からね、虹に行ったこともあるんでね。ダメでした。さあ、ラスト。頼む！ピックアップキャラ来い！押し来た！金来た！頼む！頼む！したら来い！来い！来い！アイリーンだ！初だ！やった！これも嬉しいな。いやー、アタッカー揃ってきたな。よし！引き当てた。はい。というわけでね、ピックアップキャラは出なかったんですけど、まあ、自分にとっては嬉しい誤算でしたね。はい。いやー、いいね。アイリーン。ありがたいですね。アイリーンありがたいな。どこにいるのかわかんないけど。どこにいるのかわかんないけど。出てよかった。ちょっとね、どこにいるのかわかんないですけど。はい。というわけでね、今日の動画はこれで終了したいと思います。最後に、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。